ジェレミー・パウェル、ジェレミー・ロバート・パウェル、ジェラミー・ロバート・パウェル、1976年6月18日隊は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ミラダ出身の元プロ野球選手、当主。2005年の登録名は、JP、ハイランズ高校からドラフト4巡目、全体112位で、モントリオールエクスポズに指名され入団。 2メジャーデビューのオフにサンディー・ゴパドレスへ移籍。サンエイ・ポートランドでプレーした2001年6月に大阪近鉄バファローズに入団。4勝しかできなかったもののローテーションを守り、リーグ優勝に貢献。9月29日の対千葉ロッテマリーンズ戦で日本シリーズのために練習として打席に立つと、ギダが結果的に内野安打となったため、 来日初打席初安打を記録している。指名打者制導入以後において、近鉄の投手が打席に立って安打を記録すのは、これが最初で最後。日本シリーズでは第1戦、第5戦で先発登板を果たしたものの、両試合とも敗戦投手となった。なお近鉄は後述の通り合併して55年の歴史に幕を閉じたことから、この日本シリーズが、 近鉄最後の日本シリーズとなり、近鉄の日本シリーズ最後の先発投手となり、最後の敗戦投手となった。2は17勝10敗、182奪三振で、最多勝ち、最多奪三振、最優秀投手を獲得、ベストナインにも選出された。この年は、ケビン・ホチス、ヤクルトスワローズも17勝で最多勝ちとなっており、史上2度目となる。 セパ両リーグで外国人投手が最多勝ちに輝くこととなった。は、前年より成績を落としたものの14勝を挙げる。は、さらに成績を落として8勝に終わる。2004年のプロ野球球団合併問題によって分配ドラフトでオリックスバファローズに移籍。から大木明の勧めで登録名を JP に変更する。開幕前には、川越秀隆ケビンバーン。 登録名は、ケビンと共に、先発三本柱として期待され、チーム最多の14勝を挙げた。また、チーム唯一の規定投球回到達投手だった。同年から始まった、セーパ交流戦では、5月11日の対、読売ジャイアンツ戦、東京ドームで、交流戦における、投手第1号本塁打を、内海哲也から放った。シーズンオフに残留交渉が難航し、 12月2日に自由契約となる。2005年12月15日、読売ジャイアンツへの入団が発表され、登録名を本名に戻した。は、開幕から先発ローテーションに入り、3試合連続完投勝利、はじめの2回は2連続完封を含む4連勝で4月の月間 MVP を獲得。5月9日の対オリックスバファローズ戦でも先発し、 8回4失点で古巣から勝利を挙げた。しかし、6月2日の対西武ライオンズ戦、東京ドームで高山久氏に東部支給を与えて、初の危研究退場となった。後半戦は勝ち星を伸ばせなかったが、2年連続で2桁勝利を挙げた。キャンプ中に右膝半月板を損傷し、帰国して修復手術を受けた。 フェニックスのトレーニング施設でリハビリを続け、5月28日に再来日。首脳陣の投手の谷間先発起用、本人の完璧な状態に戻したいという意向も重なり、昇格は7月28日の対、広島東洋カープ戦にまでずれ込んだ5回3失点。当番した試合では打ち込まれ、手術の影響が心配された反面、 広い名古屋ドームでは9回1失点に抑えて9、三振を奪っている。結局レギュラーシーズンで勝ち星を挙げることはできず、来日後初の未勝利に終わった。同年11月29日、デーモン・ホリンズ、ジェレミー・ゴンザレスと共に、戦力外通告を受け、11月30日に自由、契約公示された。二重契約問題、下記参照を経た後、 3月4日に福岡ソフトバンクホークスの支配下選手として講示された。開幕には間に合わなかったが、4月15日の対オリックスバファローズ戦で登板し、6回2失点に抑えて初勝利を挙げた。しかし、その後は右膝手術の影響で調子が上がらず、大半をウエスタンリーグで過ごした。2勝6敗と期待を大きく裏切り、10月12日に2度目の 戦力外通告を受けた。1月7日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を交わした。オフの11月9日に FA となったが12月14日にパイレーツとマイナー契約で再契約した。は、パイレーツのキャンプに 3A の招待選手として参加した。シーズン終了後の11月6日に FA となり現役を引退した。 現在は、マイアミマーリンズ参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグマーリンズで、投手コーチを務めている。2001年から2005年の背番号25は、自身が来日した時の年齢に由来する。巨人遺跡で、登録名を本名に戻したが、巨人でも、オリックス時代と同様に、JP と呼ばれることがあった。本人によると、持ち玉の落差のあるカーブは、 少年時代でしか投げていなかったものだったが、プロ野球でその必要性を感じ、解禁したのだという。2002年10月10日、千葉マリンスタジアムでの対ロッテ戦で、パウエルが、ロッテ堀光一、初芝清に支球を与えたことから両軍が、ベンチから一斉に飛び出しマウンド上で小銭屋に、一旦は収まりかけたが、その後、パウエルとロッテのコーチ山下の人が殴り合いになり、 両チーム層での大乱闘に発展。パウエルは暴力行為で退場処分となった。しかし同じく暴力行為を働いた山下は退場処分を免れた。なおこのシーンはこの年のプロ野球陣プレコ高プレー対象でも取り上げられた。また退場にはなっていないが、2006年と2008年には楽天の山崎武氏の支給をめぐって両者が詰め寄り、 乱闘寸前の騒ぎを起こしている。1月11日にオリックス・バファローズが入団合意を発表。年俸約5,500万円、推定、出来高払いの単年契約で、背番号は50となり、メディカルチェックを経て近日中に正式契約を結ぶ予定だった。それまでの球界の常識として、獲得を発表した選手には手を出さないのが、 暗黙のマナーであったが、1月29日に福岡ソフトバンクホークスが獲得の発表を行った。これに対しオリックスは問題があるとして、パシフィックリーグ連盟、パリーグに異議申し立てを行った。この時点ではオリックス球団公式サイトの選手名簿や春季キャンプ参加メンバーにパウエルも背番号と顔写真付きで掲載されていた。オリックス側は、 球会の暗黙の良識の根幹を揺るがす事態であり、22日、早朝にファックスで送られた辞書入りの契約書のコピーが、契約合意の根拠と主張した。パウエルの行為は20合意で、ソフトバンクの獲得取り下げと不当性を訴えた。オリックス球団本部長の中村勝弘も、寝耳に水。契約の盲点を突かれたと漏らしたほか、清原和弘からは、登録名を、 お金にしろとひねくられた。一方、ソフトバンク側は、日本では統一契約書が正式な所属を決定づける唯一のものと主張し、署名、応印も済ませた統一契約書を持っていることを根拠とした。オリックスの言い回し立てを受け、パリーグは1月30日に、両チームから事情聴取を行った。その結果、パリーグ会長の小池田談は、 両球団とも正当な手続きを踏んでおり、二重、契約である、可能性が濃厚との判断を示し、両球団で持ち帰って、再検討するように指示した。この判断に対し、オリックス側は契約の有効性が認められたことから、前進したと評価したもの、こんなことがまかり通れば、外国人天国になると懸念を示した。その後、 両球団での解決の進展が全く見出せなかったため2月4日に小池はパウエルの福岡ソフトバンクホークスへの支配下選手登録申請を認める見解を示し両球団に勧告した球界を混乱させたという点を重視し申請の受理は6月23日以降として実質的にパウエルの開幕から3ヶ月間の出場停止措置を取った ただし、オリックス側の合意があれば、そ以前の受理も可能とした。この勧告に対して、オリックス側は、何の解決にもならないと不満を示し、ソフトバンク側も受け入れる姿勢を見せたものの、二重契約との印象を植え付けたとして、パリーグを批判した。2月5日に、パウエルが来日して、記者会見を行い、二重契約はしておらず、ソフトバンクとの契約は正当だと主張。オリックスが、 フィジカルチェック後にチーム側に有利になるよう契約内容の変更を急適だと発言し不誠実で同義に反していたと契約を破棄した理由を説明した結局この勧告でも解決には至らなかったため2月13日にオリックスが球会に悪しき前例を残さないためしてコミッショナー代行ネゴロ・ヤスチカへ向けて提訴状を提出したこの提訴を受けてネゴロは 2月21日に小池が提示した韓国の提示を白紙に戻すことを表明し、改めて判断を示すこととなった。同日にはパウエルの代理人が会見し、オリックス側がパウエルにファックスで送信した文書は、統一契約書でサインが必要な1.24ページのみで、中間の2.3ページは提示されておらず、手続きには法的に非常に問題があると主張した。 2月27日、ネゴロは両球団から提出された支配下選手登録申請を不承認とした上で、改めてパウエルと合意を取り付けた球団の申請を認めるように小池へ要請した。小池もこれに従うこととなり、パウエルの福岡ソフトバンクホークス入団が事実上確定した。ネゴロは今回の事件を契機として、 外国人選手との契約についての対策を考慮するように実行委員会へひさげすることを明らかにした。ソフトバンクは実質的に主張を認められたとして、勝訴と受け止め、提訴が結果的にあだとなったオリックスは中村が予想外、最悪の結末だと語ったものの、コミッショナー代行の判断ということもあって、この決定を受け入れる姿勢を示した。パリーグは、 前回の反省から支配下選手登録には、統一契約書の他に、パウエル本人の意思確認文書が必要とし、ソフトバンクが改めて申請を提出。同年3月4日、パウエルは福岡ソフトバンクホークスの支配下選手として公示され、正式に所属となった。なおパウエルは前日の通りソフトバンクでは活躍できず、そのソフトバンクは終盤に失速してしまい11年ぶり。 B クラス及び再開でシーズンを終えてしまった。一方、パウエルを獲得できなかったオリックスは、序盤は、不審も、テリー・コリンズ監督の電撃辞任後に盛り返して、西部の快進撃には及ばなかったが9年ぶり、A クラスとなり11年ぶりに2位へと躍進するど、両チームにとっては、いい意味でも悪い意味でも皮肉な結末となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。